長かった静けさがやっと終わりましたね。2024年8月、氷川きよしさんが帰ってきました。1年8ヶ月ぶりのステージ。それは氷川さん自身と彼の歌をずっと待っていたファンのみんなにとって新しいスタートみたいなものだったんです。彼はもう一度ステージで輝くことを決めたんですね。きっと簡単な決断じゃなかったと思います。いろんな思い、不安、そして希望が彼の心の中でぐるぐるしていたはずです。それでも彼は歌い始めました。その歌声はブランクを感じさせないどころか、もっと深くなって聴いている人の心を揺さぶるようでした。それはまるで生まれ変わる物語での始まりみたいでした。彼の声はまるで新しい命を吹き込まれたかのように力強く、そして優しく響き渡りました。ファンたちはその瞬間を待ち望んでいたのです。彼の歌声が再び響くことで会場全体が一つになり、まるで魔法のような時間が流れました。氷川さんの再始動はただの復帰ではなく、新たな挑戦の始まりでもありました。彼の決意と情熱がステージ上で輝いていました。これからの彼の活躍がますます楽しみですね。会場は始まる前からすごい熱気に包まれていました。若い人から年配の人まで、たくさんのファンが一つの願いを胸に集まっていました。それは氷川きよしの歌が聴きたいという熱い思いでした。いよいよ始まるぞというアナウンスが流れると、会場のエキサイトメントは最高潮に、そして暗くなったステージに一筋の光が当たります。次の瞬間、そこに氷川さんの姿が、長い間と待っていた氷川きよしが帰ってきたんです。ものすごい歓声と拍手が会場全体を包み込みました。ファンたちは彼の登場に鍋を流し、感動の声を上げました。ステージの上で氷川さんは微笑みながらファンに手を振り返しました。彼の一言一言が会場の心に響き渡ります。彼の歌声が始まると全員が一体となり歌詞を口ずさみました。まるで夢のような時間が流れ、ファンたちはその瞬間を心に刻みました。氷川きよしの復活はまさに奇跡のような出来事でした。氷川さんはこの日をために特別な衣装を着ていました。白を基調とした光が当たるとキラキラ光るとっても素敵な衣装。それはまるで生まれ変わった彼を表しているようでした。彼の歌声が会場いっぱいに響きます。懐かしい曲、そして新しい曲、どの曲にも彼の気持ち、そしてファンへの思いが込められた特別な選曲でした。ステージにはダンサーも登場して華やかなパフォーマンス、照明も曲に合わせて色が変わり、まるで夢の世界に迷い込んだみたいでした。氷川さんのステージはまさに魔法のような時間でした。観客は彼の一挙一投足に魅了され、歓声が絶えませんでした。彼の歌声は心の奥深くに響き渡り、感動を呼び起こしました。その瞬間、会場全体が一つになり、まるで一つの大きな家族のようでした。彼のパフォーマンスはただのコンサートではなく、心に残る特別な体験でした。氷川さんは時折言葉を詰まらせながらファンへの感謝の気持ちを話してくれました。休んでいた時、ファンのみんなの存在がどれほど力になったか。そして再び歌が始まります。力強く、そして優しく、彼の歌声は聴いている人の心をきれいにしてくれるようで、温かい光で包み込んでくれるようでした。それはただのエンターテイメントじゃありませんでした。彼の魂の叫びであり、ファンへのメッセージだったんです。1年8ヶ月という休みの時間、それは氷川さんにとって自分自身と向き合うとても大切な時間でした。華やかなステージを離れて、彼はどんなことを思い、何を感じていたのでしょうか。その心の内を私たちが知ることはできません。でも一つだけ確かなことがあります。それは彼がこの沈黙の先に見つけたものが新たな光だったということです。氷川さんは休んでいた間、いろんなことを経験したそうです。
自分自身と向き合い、悩み、そして新しい自分を発見したそうです。それはきっと平坦な道のりではなかったでしょう。でも彼はその苦しみを乗り越え、一回りも二回りも大きく成長しました。そして今、彼はその経験を胸に再びステージに立っているんです。彼の歌声は以前にも増して力強くなっていました。それは自分自身を受け入れ、未来に向かって歩き始めた人の歌声でした。彼の瞳は希望に満ち溢れ輝いていました。それは新しい章の始まりを告げる希望の光でした。彼はもう迷っていません。自分の道を自分のペースで進んでいく。その強い気持ちが彼の歌声から伝わってきました。彼はファンの顔一人一人をしっかりと見つめていました。それは再会の喜びをかみしめるように。そしてファンもまた彼の歌声に、彼の姿に精一杯の愛を込めて応えていました。それは歌手とファンを超えた強い絆で結ばれた者同士のここの交流の場でした。ライブはついに終わりの時を迎えました。最後の曲が流れると会場は割れんばかりの拍手と歓声。彼は何度も何度も頭を下げ、ファンに感謝の気持ちを伝えました。その姿は謙虚で、そして見ているこちらも感動してしまいました。会場を後にするファンの顔はみんな笑顔。それは彼らが最高の時間を共有できた証でした。彼はこのライブでファンに約束してくれました。これからも歌い続けると。彼の言葉は力強く、そして温かかったです。それはファンへの感謝の気持ちと未来への希望に満ち溢れていました。彼の歌はこれからも多くの人々に勇気を与え、希望を与え続けるでしょう。コルガワキヨシ、彼の名はこれからも歌謡界に輝き続けるでしょう。彼の歌声は時代を超え、世代を超え、多くの人々の心に届く。それは彼が歌を通して自分自身の人生を、そして人間の心を歌っているからです。彼の歌は永遠に私たち